School of Lock. Girls Locks. Girls Locks. なんか手紙が置いてあるのでちょっと読んでみたいと思います。てちちゃん様、こんばんは。お久しぶりです。ミセスグリーンアップルのボーカルギター大森元樹です。突然ですが、今日はてちちゃんに見てもらいたいものがあって手紙を書きました。先月の話なんですけど、6月24日に僕とメンバーの若井がスクールオブロックの生徒と一緒に FIFA ワールドカップを見に行くためにロシアに行ってきました。てちちゃんが部長を務めている写真部の方でシャルン、映るんですを使った活動をしていると聞いて、実は僕たちもロシアにシャルンです、映るんですを持って行って、そこで実際に写真を撮ってきました。僕たちの写真、部長から見てどうでしょうか。ぜひ見てみてね。大森元樹より。ちょっと。いやいやいや、ツッコミの子多すぎるけど。ちょっとあんま自分では言いたくないんですけど。シャルンですみたいな。そこまで真似しなくてよくないですか。映るんです。もう言えるようになったんで大丈夫だと思います。でもすごい初めてです。ということで写真を見たいと思います。すごい景色綺麗。あ、メンバーの若井さんですよね。あ、これワールドカップ、すごいこれ。応援してる。あ、これ機内食。機内食私なんか好きなんですよね。すごい写真撮ってきてくださった、ありがとうございます。こういうの初めてアーティストの先生から直でいただくのは。あとてちちゃんって私あんま呼ばれたことがなくて、ちょっとなんかなんだろう、まだ慣れてない、なんだろう、大森先生はファンの方からもっくんって呼ばれてるらしいので、もっくん先生でいいかな、私も。もっくん先生ありがとうございます。またなんか機会があればお邪魔させてください、遊びに行かせてください。ということで11時台に改めて授業をよろしくお願いします。生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、欅坂46の平手ゆりなです。今日このクラスにメンバーが来るって言ってたんですけど、あれ来てなくない？いやいやちょっと、なんて言った？よーって言った。あ、よーね、来ちゃったよ。ヤッホーヤッホー、これ忘れてたよ、ゼッケン。あ、ごめん、ゼッケン忘れてるからちゃんとつけて。そうだね、ごめんちょっと忘れちゃった。つけてつけて、 ちゃんとつけてるのね。これ最近変わったじゃん。変わったね。色が変わったね。色が変わったよね。ちょっとこれ。よいしょ。どう？いつもの平手ゆりなになった？いつもの平手ゆりなった。レッスンの平手ゆりな。はい、ふーちゃん。はい、じゃあ、生徒のみんなに自己紹介をお願いします。はい。スクールオブロックの生徒の皆さん、はじめ。ごめん。ちょっと待って。ちょっと、最近咳がさ、そうね。うん。それはそうね。はい。じゃあ、改めて、はい。スクールオブロックの生徒の皆さん、はじめまして、欅坂46の斉藤冬香です。イェーイ。あ、五人囃子流していただいて。あ、なんか、すごい、私のスクールオブロックを聞いてくれてて、うん、で、早押しクイズをやったじゃないですか、イントロの。あれをやった後かな、私絶対勝てる自信あるかって言われました、うん、もう全然私吐息でわかるもん。それちょっとね、吐息レベルでわかるもん。あれでしょ、寝るとかでしょ、そうそう、っていうのでわかる。やばいですよね、私吐息ではわかんないわ。本当に、マジどういう目線、本当に聞いてる人の、うん、
感覚なんだね。そうそうそう、そうでもある。メンバーでもあり、うんうん、ファンでもあり。だよね。私メンバーとラジオやること自体久々、うん、そうだね、うん、多分いつぶりだろう。嬉しい。ラジオやることはラジオ、あ、だからたまにの、うん、グループでやってるとこに、うん、たまに行くくらい、うん、緊張しちゃうから、で喋れないんでしょ、うん、そう、喋楽屋でベラベラ喋ってる、ね、そう、本当だよ。でも本当に本当にうるさくてずっと喋ってるんですよ。よく言われる、声が大きいも言われるし、あともうずっと喋ってるから、誰かしらと喋って緊張するって余計喋んない。あ、そうかもしれない、意外と。だから今日すごいうるさかったずっと、確かにずっと喋ってたわ今日。あー、うるさいねって話ね多い最近はね、うん、なんかもうずっと毎日会ってるしね、うん、そうだね、ねやっぱね、まあ、ずっと会ってるよね嬉しいくせに。うわー、そういう人苦手嘘だね。そうね。さあ、ふーちゃんは、うん、スクールオブロックに対する印象は、うん、印象、うん、いやもうこの普段ね、うん、ラジオをねなかなか聞かなかった私をね、うん、こうラジオをこう好きに、うん、こうさせてくれたものですよ、うん、この何仕事っぽく言ってるすっごいなんか嘘っぽく聞こえるんだけど。本当で違うの。まず私も大好きな欅を、うん、もうすごいこうなんだろう、欅の話もたくさん聞けるし、うんうんうん、あとはなんかもう番組自体に欅への愛がすごいあるなと思って、うん、こう曲のね、ありがたいよね、使い方だったりとか、うん、それが本当にもう嬉しくて、うん、あと普通にも内容が面白いだから聞いちゃう。え、校長とかに対してのイメージは？いやもうね、なんだろう、共感しちゃう共感なんかそのブログをね、うん、あのちょっと読んでるんだけど、そうだよね、そう、なんかね、私もメンバーではあるんだけど、その私もちょっとこう、うん、なんだろう、ファンのね方のね目線的なのもねちょっとあるね、そうそうそう、そういう要素あるから、うん、ブログにこう共感しちゃうの。あ、そう、ここ良かったとか、あ、ここ良かったですよねみたいな感じになっちゃうからもうブログすごい楽しみにして。話合うんじゃない？あ、じゃあかもしれない。こう語ったら止まらないかもしれない。あ、なんか合いそう、その感じ、なんか目に見える、うん、あ、本当に、うん、でもなんかさ前さ、うん、あれじゃん、私に LINE 送ってきたじゃん、校長が風に吹かれてものスーツを着て同じポーズをして、うん、してるやつを送られてきて、うんうん、この人たちやばいねみたいな。そう、なんかめっちゃディスってたやん。ディスではないけども、うん、あ、そこまでする、ちょっと焦ってる、ちょっと焦ってる、ちょっとそこまでするんだと思って、うん、結構それはするでしょ、ね、それさ、違うやっぱり入ってるから、それはそれはスーツ着ちゃうよね、それはね、初旅前だ、新居鍵なし、どうもありがとう。行っちゃった、行っちゃった、あ、びっくりした。え、でもいつも聞いてる音の感じ。あの、ガラガラガラって入ってきて、ちょっと今、なんか体験した感じ。やばいね。喜んでる。本当にあれみたい。本当に聞いてる人の感覚なんだね、うん。そうそうそう、本当そうそうそう。さっきから音聞いてても、うん、と思って、あ、これ聞いたことある。ガラガラだと思って、ガラガラって。すごいリアルな音だなって思ったから、すごいねそれだけ聞いてくれてるんだね。聞いてるよ。昨日も夜中まで LINE が、うん、大変でして最近ねめっちゃ夜中の2時3時まで起きてるでしょ、うん、起きてるんだもんだって変に、まあ、よくしてるよね。でも返さなかったよね。いつ記憶して返さなかった。え、苦手が、うん、嘘、うん、いや、なんかもういいかなと思ってあと電話ね、電話すぐ出るよねそれ言わなくてよくない？出ちゃうのね、すぐ出ちゃうっていうか、普通なんかメンバーからさ、うん、来たらえ、なんだろうと思って、うん、あ、でも最近なんかもうふーちゃんどうでもいいなって思って、ね、ちょっともういいかなって思ってるけど。いやいや、って言っていつもね結構早いよ、うん、出るびっくりした。あ、手紙です、うんうん、よく女子クラスに謎の手紙が来るんだよ。知ってるよ。知ってるでしょ。もちろんもちろん。ガラガラガラって、斉藤冬香様、はい、話が盛り上がっているところすみません、そして冬香さんはじめまして、どうも私です。そろそろ授業が終わる時間ですけど、冬香さんもう帰っちゃうんですか？ゆりなさんに内緒で明日も女子クラスに登校すればいいんじゃないですかね。
内緒でって私聞いてるけど自分で読んじゃってる。うん、読んじゃってる。だってどうする？任せるよ。任せる？え、ど、うん、え、どう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 来てほしいか来てほしくないかどうどう、え、もう二択だと思う。え、正直に言う。うん。スクールオブロック的には来てほしいと思う。うん。平手ゆりな的には、うん、なんか緊張感が移っちゃうのよ。うん、だから、うん、あ、一人でやりたいなっていうのはある。え、今聞いてるのは、来てほしいか、来てほしくないかな。緊張。ああ、その、言ってほしいな、その一言。まあ、来てほしいんじゃないかな、うん、きっと。おー、まあ、そしたらまあ、しょうがないかなって感じ。私たちはまた明日この教室でお会いしましょう。欅坂46の平手友梨奈と斉藤冬香でした。校長、今日とまた明日もお邪魔しちゃいます。何可愛く言ってんの？ほら、こうハートついてる。いやいやいや、いつも私もハートついてるけど、ちゃんと言わなきゃダメだよ。ハートのハートのニュアンスで